こんにちは。インターン生の鳥居康秀と申します。この記事では、読みやすいコードと題して、コードの見た目を整え、可読性の高いコードを実現するための手法についてご紹介しています。前回は読みやすいコメントについてご説明いたしました。しかしながら、コメントが多すぎると、かえって操作全体の見通しが悪くなってしまうため、可能ならばコメントに頼りすぎず、ソースコードの内容を理解できることが望ましいです。そのためには、分かりやすい変数名や関数名が必要不可欠となります。そこで、今回から2回に分けて、識別子の命名についてご説明したいと思います。ソースコード上で命名が必要な変数名、関数名、クラス名などは、まとめて識別子と呼ばれています。これらが読みにくいと、当然コード全体も読みにくいものとなってしまいます。そこで、まず今回は識別子の、見た目を整えることについて考えていきたいと思います。識別子の見た目を表す記号には、すべての単語の先頭を大文字にするパスカルケース、これはクラス名などに使用されるパスカルケースや、2番目以降の単語の先頭を大文字にするキャメルケース。これは変数名や関数名に使用されることが多いそうです。また、すべての単語を大文字で書き、単語間をアンダーバーでつなぐコンスタントケース。これは名前の通り定数に使用されます。また、すべての単語を小文字で書き、単語間をアンダーバーでつなぐスネークケース。こちらも関数名や変数名に使用されることが多いですね。また、単語を小文字で書き、単語間をハイフンでつなぐチェインケース。これは私は使ったことがないのですが、HTML のクラス名や ID 名に使用されることの多いチェインケースなどがあります。で、これらの記号についてなのですが、例えば私は C プラでの開発時には、おおよそ変数名はスネークケースやキャメルケースで、関数名はキャメルケースで、定数名はコンスタントケースで、クラス名やネームスペースなどの名称はパスカルケースになるようにすることが多いです。で、このあたりのルールに関しては、人や組織によって異なっていて、何が優れている、何がいいというわけではありません。そのため、組織の方針や周りの状況を見て、適切に使い分ける必要はありますが、プロジェクトの開始時に、自分の中で何かしらルールを作っておくと、コード全体の見栄えを良くすることができると思います。というわけで、今回は識別子の見た目を整える重要性についてご説明いたしました。見た目を整えることにより、コード全体の見通しが良くなり、同じ内容のコードでもストレスなく目を通すことができるようになると思います。しかしながら、いくら見た目が綺麗であっても、識別子の意味そのものが分かりにくければ読みやすいコードとは呼べないと思います。そこで次回は識別子の意味を分かりやすくするための識別子の名付け方についてご紹介する予定です。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。